こちらアメリカのアーリントン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはバブルプリディ。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくバブルプリディ行きました。続いて前へ行くのはパイキブリザード、さらにはヤングトラベル、1番マスターサマンサ、その後ろ後方に控えたのがアリゾナシンガー。もう一度先頭からバブルプリディ先手を取りました。その外にアラビアセゾン、パイキブリザード後位をキープ、すぐ後ろにラッキーモンロー、ヤングトラベルすぐ後ろ、その外にジュピターソネット、黄色の帽子ダブルライン、その後ろ、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。では前の方から先手を取ったのはアラビアセゾン、少し開いてバブルプリディ、パイキブリザード後位をキープ、これに続くのがラッキーモンロー、並んで6番ヤングトラベル、ジュピターソネット、この馬もこのグループ、すぐ隣にザルーブル、その横にダブルライン、カレス、この馬もこのグループ、イングランドオレンジ、すぐ後ろにマスターサマンサ。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。ここでバブルプリディ先頭に変わりました。2番手はアラビアセゾン、パイキブリザード、いい位置、果たして先頭を捉えるか。後続も追い上げていきます。さあ先頭はバブルプリディ、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭はファイティングミサイル、あと 200m、 先頭はファイティングミサイル、残り 100m、 ファイティングミサイル先頭、パイキブリザード追いすがります。ファイティングミサイルゴールイン、ファイティングミサイル1着、2着にはどうやらパイキブリザード、勝ったのはファイティングミサイル、見事な勝利です。こちらアメリカのアーリントン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはソルフレンド、エズード、この馬も好スタートを切りました。ハトゥーフ、前に行きそうです。ワーキングスティンガー、それに続いています。さらにはボールドプログレス、5番シャドウフォレスト、その後ろ、では前の方からボールドプログレス先手を取りました。青の帽子ハトゥーフ、その後ろ、その隣にニューアレグロ、内からはコーナーウィング、黄色の帽子藤山プリンス、その後ろ、内からはワーキングスティンガー、並んで3番キャッスルサンライズ、すぐ後ろにディバインムウェル、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。もう一度先頭からソルフレンド先手を取りました。並んで12番ノットロバリー、ニューアレグロ、それに続いています。その後ろからはエズード、ボールドプログレス、すぐ後ろ、その外にシャドウフォレスト、さらにはワーキングスティンガー、その外にハトゥーフ、キャッスルサンライズ、すぐ後ろ、その隣にディバイングウェル、ゾーマ、そのうちに続いています。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。ここでエズード先頭に変わりました。ニューアレグロ、ほとんど差がありません。ソルフレンド3番手、ナリタブライぐんぐんと差を詰めてくる。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はエズード、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。エズード先頭、あと 200m、 エズード先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。成田ブライアンかわす、成田ブライアンもう一伸び、成田ブライアン1着、成田ブライアン1着、2着にはどうやらエズード、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。成田ブライアン、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
4コーナーカーブから直線コースに向きました。ここで先頭変わりました。先頭はレディースノー。あと 200m、 一気に後続が抑えかかってきた。レディースノー先頭、2番手はエリモハッピー。大外から一気にエリモハッピー、レディースノー、レディースノー1着、2着にはどうやらエリモハッピー。見事に勝ちました。レディースノー、エリモハッピー2着止まり。しかしなんとか面目を保ちました。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。最後の追い比べ、先頭はクワチイメージ、稲妻高尾先頭、稲妻高尾先頭、クワチイメージ追いすがります。稲妻高尾、稲妻高尾一着、2着にはどうやらクワチイメージ、見事に勝ちました。稲妻高尾ノーブルハウス敗れました。ようやく3着争いといったところでしょうか。Thank you.